2つのカフェチェーン店。個室感もあってゆっくり入れます。他のとこ高いけどお手頃な感じが。期間限定のが美味しいですね。前に行ってきてます。アフターコロナで業績が好調なカフェ業界、すこぶる好調でございます。外食産業の中でもカフェ業界は年々前年の売上高を超えているんです。ベーカリーカフェとしてですね、改革に取り組みました。売上を V 字回復させた事業戦略と人気の理由を追いました。熊本市中央区の上通アーケードです。ある戦略で業績を伸ばしたというお店があります。それがこちら、サンマルクカフェです。20年以上街中で営業しています。広々としたイートインスペースが特徴的なサンマルクカフェは全国で300店舗、県内で4店舗を展開しています。そんなお店の自慢が、チョコクロが美味しい。クロワッサン生地にチョコレートを包んで焼き上げた看板商品チョコクロ。コーヒーとセットで焼きたてパンを食べられるのが特徴的です。中にはテイクアウトするお客さんも。チョコクロとバナナチョコクロ。何個買ったんですか？6個です。6個、これご家族の分。しかしサンマルクカフェは2018年頃から創業者の逝去やコロナ禍による外食需要の減少で業績は一気に悪化。その立て直しをするため2年前に社長に就任したのが鎌田重幸さんです。まあ、私がですね、初めに入社した時に感じていたのがですね、本当なんかいろんな商品が少し多すぎてですね、非常に何を売りにしているのか、何を買ったらいいのかというのがちょっと分かりづらいのかなと。売上低迷の要因となったのがお弁当やかき氷などカフェメニュー以外の商品が多すぎたことでコンセプトを見失っていたと鎌田社長は言います。やはり私たちの強みというのは店内でですね、やはりこうパンを製造しているところ、ベーカリーカフェ回帰と銘打ってですね、改革に取り組みました。改革の一つはメニューの見直しです。店内での調理オペレーションを簡潔にしてメニュー数を減らし、ホットサンドやカフェ商品に絞ることでブランドコンセプトを明確にしました。さらに店の入り口の目の前にパンを陳列するコーナーを設けて手に取りやすい作りにしたんです。パンのですね、香りをこう楽しみながら、でそれで視覚的にもですね、商品が目に入ってきて、でそこでまあ手に取って、楽しんでいただける、まあ、そんなところも狙いとしております。で今まさにここで焼きたてがもうすぐに出てくると。まあ、そこがこのサンマルカフェの一番の魅力だろうと。社長、平日の朝なんですけれども、はい、結構お客さんもいらっしゃるなという印象なんですが、比較的ですね、ご年配の方々も利用していただいていると。ベーカリーカフェの原点回帰を進める中、鎌田社長は新たな客層が増えたことで売り上げが伸びたといいます。まあ、さらにですね、今回のこの改革を行うことによってですね、新しい層がこう入ってきたのが、やはりこの Z 世代であったりとかですね、若者の方たちがですね、非常に多く、お越しいただきました。若い世代に好評なのがSNS 映えを意識したメニューや有名企業とのコラボ商品、さらにサンドイッチやホットサンドなどテイクアウト商品なんです。期間限定のが美味しいですね。他にもドリンクやレトロな雰囲気を感じられるパフェもリニューアルしました。置いてあるものにカスタマーであるっていう思いやり美味しかったです。パンだけではなく店内で調理するパスタがおすすめ。こちらも幅広く支持されています。さらに今月から看板メニューであるチョコクロを進化させました。それが究極のチョコクロと呼んでいる、新しい商品が発売されました。創業25周年を記念した究極のチョコクロシリーズ。まずはこちら、チョコクロを極めた一品をいただきます。こちらが25周年を記念して作られた究極のチョコクロです。いただきます。たまらないです。生地のサクサク感があります。その後に優しいふわっとした感覚があって、通常のチョコクロよりもチョコレートが2倍と
クロワッサン生地の配合されているバターを10倍にしております。なのでよりチョコレートのとろっとした濃厚な味わいでしたり、バターの香りをすごい存分に楽しんでいただける商品かと思います。そしてミニサイズのチョコクロが乗ったチョコレート尽くしの贅沢なパフェ、サクサクの自家製デニッシュスティックとソフトクリームの相性が抜群です。さらに見た目以上にチョコの感じが強いです。細かく刻んであるんですかね。こちら中に、チョコクロ用のチョコレートを焼き上げたものを混ぜ合わせていますので、つぶつぶした食感でしたり香りも一緒にお楽しみいただける商品かと思います。こうした様々な改革を行ったことで、鎌田社長は就任以降サンマルクカフェの売り上げを V 字回復させたんです。今弊社ではシンガポールやフィリピンにですね店舗があるんですけれども、もっともっとですね多くの国々にですねサンマルクカフェの魅力を届けたいなと。ですので先々はですね世界ナンバーワンのですねベーカリーカフェを目指したいなというふうに思っています。一方ガストなどを運営するスカイラークグループがレストランから業態を変えて東区に新たなカフェをオープン。その名も武蔵野森コーヒー元軍店です。店内はですね木をふんだんに使っていておしゃれな雰囲気、落ち着いた空間となっています。そして今日は平日、今は昼過ぎなんですけれども、ご覧ください、お客さんがたくさんいます。混み合っていますね。リニューアルして5回目ぐらいですね。ガストの時からも来てたんですけど、新しくなってね、いい感じだよね。雰囲気もいいし、個室感もあってゆっくり入れます。その立地の良さから6月にオープン以降、バス停の目の前にあることや駐車場が広いことで連日大にぎわいなんです。おかげさまですこぶる好調でございます。ではなぜ業態を変化させたのでしょうか。スカイラークグループでは多様化するお客様のご利用動機に対応し、マーケットに合わせて出店ブランドの見直しを行っております。県内初出店の武蔵野森コーヒーは消費者のニーズの変化に合わせたブランド戦略だったんです。そんな店内にはある特徴が。店内の各テーブルにはすべてコンセントが設けられていまして、仕切りもですねこのように高くなっていて、パーソナルスペースがしっかりと確保されています。他にも雑誌や新聞などが豊富に揃っていて、一人でも利用できるカウンタースペースもあります。気になる人気メニューを聞いてみると、はい、一番人気はふわとろパンケーキです。それがこちら、旬のマスカットが添えられている期間限定のシャインマスカットパンケーキ。お好みでメープルシロップをかければ、うま、本当にふわっとしてて一瞬でとろけます。その他にはチキンライスとグリルビーフがセットになったワンプレート料理、ジャマイカ産のブルーマウンテンの豆を使ったスペシャリティコーヒー、さらにイチゴ、レモン、オレンジなどを入れた5種のフルーツティーなど、ここでしか味わえない多彩なメニューが揃っています。